お疲れ様です。それでは3月20日水曜日。今日はあの、日本史上休場なんで、基本的にはトレードをしないでくださいね。えー、まだトレードをすることはできますけどね。で、朝6時の相場解説です。で、先に申し上げておきますけども、今日をまたいで、明日のことになりますが、木曜日の深夜3時ですね。27時に、こちらの方の発表もあります。日本の日銀の発表を受けての、えー FRB の判断になりますので、これもまた注目ですね。まあ、ちなみに、昨日の、えー、黒田総裁の、まあ、会見ですね。あちらの方から、このぐらい価格が上がっています。このぐらいっていうとね、派手に見えますね。で、1円半ぐらいですかね。うん、久々に大きく動いたなってとことですけども、これを取ることを考えてはいけませんよ。これはね。 ここういういいとじゃないんですよ。テクニカルでちゃんと取っておけばこういうふうなボーナスステージってのは別にあってもなくてもいいわけですからねまああった方がいいですよそれはただ力量が備わっていればの話なんでこういった17年ぶりに、うん、起こることをね正確に捉えたからといってじゃあそれ来週使えますか再来週使えますかっていう話なんですよ、うん、だからコツコツと日々稼ぐことができる力の方が絶対に強いですからねからこたまにしか来ない、 減少のためにトレードやってるわけじゃないですから。はい。そしてですね、ニュースが入ってます。えー、米住宅市場も春のピークに向け良好。つまり FRB の利下げさらに遠のくということで、金利が高くても家が売れてるってことは、金利別に下げなくてもいいよねってことなんですよ。ですんで、日銀の方はね、あのー、利上げの方を決めたらしいですけども、今度、あのー、アメリカの方はね、利下げをしようかどうかって言ってるところ、別に必要ないかなっていうので、アメリカの景気はさらに加熱していく。 っていうことになります相対的に日米の差でアメリカの景気がよくて日本の景気が悪いわけですからこれねさらにねあの円安は進むんじゃないかなと思いますよねで今回の発表で一時的に円高の方向に向かうのかなと思ったんですけど結局向かわずに一直線に円安の方向に行っちゃったんで何やってんの日銀って話になりますよでしかも各州銀行は利上げを発表するわけでしょこれ日本国内の経済ますます厳しくなりますよ ますます厳しくなった上に、今度ね、あのー、利上げをするわけじゃないですか、日銀が。そうなると何が起こるかっていうと、ひょっとしたらね、この、円安が終わってしまうかもしれないんですよ。どっちかというと、円安に進めば進むほど、海外にお客さんを持っている大手企業っていうのは、あの輸出が好調になってきて、還付金も入るんで、それによって株価って押し上げられているところがあるわけですよね。うん、でも、それがなくなっちゃうと、結局、 大手企業も儲からなくなって、中小企業はもともと儲かってないってところで、全滅になっちゃうわけですよ。で、もちろんね、大手企業が今ね、独り勝ちしてるところを、良しとするわけじゃないですよ。大手企業が独り勝ちしてるんだったら、下請けを国内の会社に回してもらえればいいのに、下請けを、まあ、海外の会社にね、活かしちゃってるわけでしょ。もうだから、日本の空洞化が起きてるわけですよ。ちょっと愚痴っぽい動画になりましたけども、何が言いたいかというと、今日は一日、 休憩してくださいってことです。ね。いい感じで昨日の日銀の発表があった後、今日はクールダウンさせるような一日になりますので、これ冒頭にも申し上げてましたけどもね、今週の冒頭にも。一週間トレードができないことを確保して、トレードがちょこっとできればラッキーかなって思うぐらいの週だと思った方がいいです。そのぐらいのことが今起きてるわけなんですよ。よろしいですかね。はい。じゃあ、今日は以上で終わりになると思いますけども、まとめの解説をちょっと夕方ぐらいにしましょうかね。 日中はありませんのでご期待されないようにこの動画で終わると思ってまた次回お会いしましょうお疲れ様です。